今日も動画をご視聴いただきありがとうございます。とくちゃんです。このチャンネルでは日本一の清流仁淀川関係の動画、さらには日本中を旅した動画をアップしています。いいねボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。さて今日は天王ニュータンを今から出発します。これはユズですかね。実ってますね。豪奢天満宮にやってきました。参拝していきます。生姜の収穫してますね。バーガ森トンネルまで歩いてきました。このトンネルを抜けていきます。ここ交通量が多いんであんまり歩きたくはないんですけどね。トンネル出てきました。ここから下りになります。ここから歩道がないんですよね。これが西バイパスですね。でずっと北山の方へ向かいます。ではここで西バイパスをくぐっていきます。これでも車が通るんですか？車はちょっと通れなさそうですね。宇治川まで歩いてきました。水鳥がいますね。これがこれともインターチェンジですね。でここに休憩所があってトイレがあります。一応警戒して逃げていっています。向こう側にサニーアクシスが見えてますね。であそこでランチの予定なのでこの歩道橋を渡って国道32号線を渡ろうと思います。歩道橋を渡っています。はい、宇治川ですね。でこれが国道33号線ですね。サニーアクシスまで歩いてきました。ではこちら側にある寿司館に行きます。回転寿司の店ですね。ここでランチです。結構車止まってるね。もう12時か。今日は土曜日ですもんね。待ってるわ。はい、寿司館マグロ祭りやってますね。寿司館のランチこれですね。新炙りランチでは入ります。はい、20分ほど待って席に着くことができました。くるくる回っておりますが今日はこの炙りランチしました。はい、こんな感じですね。メニューがここはあの均一料金じゃなくてお皿の色によって変わるタイプの。このガリですけれども、はい、さっき収穫してましたね。ちょうどね、炙りランチです。私はこの炙りのお寿司にうどんで天ぷらをチョイスしました。それに赤だしがついています。おばあはフルーツですね。で天ぷらでヘルシーに、はい野菜に変えました。はい、食事済みました。お腹いっぱいです。では歩いていきます。北山の山裾を歩いていくことにしました。ブンターン。この壁面花盛りです。満開。
はい、免許センターまで歩いてきました。ここから宇治川沿いに歩いてきます。これが免許センターですね。枝川公園まで歩いてきました。ここは桜が綺麗なんですが、今はもう葉落ちちゃってますね。おばあの服の色のような、はい、八代通りの電停のところですね。この西バイパスのあたりはずっと工事をしてますね。ローソンに入りました。ここでコーヒータイムです。普通のブラックサンダーはいっぱい売れ残ってたのに、これはあとに少しかかった。人気なんですね。でここちゃんとコンセントがあってですね、 USB もある。素晴らしい。校内坂まで歩いてきました。この上が高速道路ですね。であそこから高知市に入ります。ではここから33号線を外れて、このゴルフ練習場の方に上がっていきます。あそこネットが見えてますね。ここを左に行くとゴルフ練習場なんですが、我々はここを直進します。あの高速道路の方に向かって歩くということですね。今日は土曜日なんでボツボツと練習してますね。はい、これこの坂道を登っていきます。はい、この打ちっぱなしの奥にショートコースがあって回ってますね。前ここでプレーをした記憶があります。あ、一人で回ってる人もいるわ。で我々はこっちずっと歩いていきます。おばあがこの照明を遺跡みたいだと言っております。ずっとこの下の道を通ってきたんですけど、あんなに埋められてましてですね、道路が通れなくなってたので、一回戻って上の道を進んでおります。はい、畑までやってきました。ここをこうちょっと U ターン気味に下って、あ、結局そのまま直進してこの尾根伝いの道を行くことにしました。なんかいっぱい実っております。宇治団地に続く道と合流しました。でここからはいつも歩いている道に戻ります。金柑が実っていました。天皇ニュータウンまで戻ってきました。ここまでで13キロ、4時間5分、累積標高差420メートルでした。いや、なかなか楽しいコースでしたね。気持ちよくなる感じでした。まあ、紅葉があまりありませんでしたけど、気持ちが良くて、まあ、この時期のウォーキングは楽しいですね。それではまた。